違和感漢字探し。三字熟語の語字を2箇所探す問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問。語字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左上部分に斜め棒がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分は日ではなく夜です。第2問、文字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分は目ではなくまたです。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分に点がいります。第3問、文字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の2本の縦棒は上に突き抜けます。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分の縦棒が1本多いです。第4問、文字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分に横棒がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左に手辺ではなく右に伸びます。第5問、文字を2つ探してください。
正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は示す辺ではなく衣辺です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に食片がいります。第6問、五字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分は弓ではありません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分は股ではなく、の分です。第7問、五字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は一画で書きます。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左下部分の縦棒はその下の横棒の上に乗りません。